のライブ終了後でございます。メインチャンネルのライブ見てない方はぜひこちらへ、ぜひそちらへこれを見た後にボンと飛んでください、飛んでください。皆様、今日何日、9月13日、今13日だけどライブしたのは12日暇たぎましたので、9月13日になりましたが、9月12日ありがとうございました。本当に皆様ありがとうございました。本日のね、荒波ジョニーさんたち、ダックちゃん、マールさん、ミヤさん、じいちゃま、秋山さん、ケンカツさん、フミリーちゃん、ちょうどもおちゃん、そのおちゃん、りょうくさん、ケンジさん、ありがとうございます。今日お好み焼き、そして、とんぺ焼き、そして、イカのバター、イカの明太子のバター醤焼き、醤油焼きを、食べさせていただきました。で、イカを食べてね、耐えきれずコーラじゃないもうやだ、本当いや、イカを食べて、ビールを、飲ませていただきました。ありがとうございます。本当に熱、やっぱ喋ると熱いんだよな、喋ると熱いの。そしてじゃあ、本日はね、なんだっけあれ、本日はビンゴは、キャリーオーバーですのでよろしくお願いいたします。キャリーオーバーでした。そうしましたら、フライング組、王子がさ高野菜一番をさ狙ってくれたの王子が、だが残念フライングだ残念フライング。王子ありがとう、こうさんありがとう、もふちゃんありがとう、じいちゃまありがとう、ありが惜しいですね。王子、こうさん、もふちゃん、じいちゃま、惜しい。この4名フライング組でございます。そうしましたら、1番はなんと白玉子ちゃんでございました。ありがとうございます。白玉子ちゃんありがとう、久しぶり、白玉子先生の1番は久しぶりな気がする。そして2番はね、2番、動画が当たったハリーちゃんありがとう、レッドアリーマンありがとう、サトルさんふんふん、マールさんバーラ、サカニーちゃんふんふん、ミヤさんすん、ヨッシーさんはふんふん、シャドモちゃんふんふん、コウさんすん、シャドモちゃんふんふん、スナオちゃんふんふん、シャドモちゃん。では前回の続きで B の白玉子でよろしくお願いします。はい、了解でございます。了解でございます。白玉子先生、 B の白田真子ちゃんでよろしくお願いいたします。 B か今さ B かって言ったらさ、モフちゃんも B かって書いてた、怖っ。白玉子ちゃん了解です。 B だって、ビュウちゃんふんふん、瀬直ちゃんふんふん、ボミちゃんふんふん、ありがとうボミちゃん、ボンビーちゃんも変えてくれてる、アイコンありがとう、ボンビーちゃんありがとう、ミヤさんハート、マールさんふんふん、サトルさんふんふん、ミヤさんすん、ドスコイ侍、タカニーちゃんふんふん、ミヤさん眠い、ミヤさんよく起きてた、ミヤさんよく起きてました、ドスコイ侍、タカニーちゃんもよくぞ押し出した、マールさん、うん、違う、マールさんすん、マールさんひげ、マールさんひげ、マールさん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 ひげ、サトルさんすん、ミヤさんハート、コウさんふんふん、それでね、今ねチャット画面を見てんだけどね、管理画面ではね最後にね、タカ兄さんが打ってんのよ、最後にね、タカ兄さんが打ってくれてるんだから、そうだよね、ミヤさん、コウさん、タカ兄さん、ということで、なんとブービー賞はコウさんでございます。おめでとう、ミヤさん。あとね、チャット画面ではもしかしたらミヤさん、コウさんで終わってるかもしれないんだけど、私もそう、チャット画面では終わってるんだけど、管理画面を見るとね、タカ兄ちゃんが最後に滑り込みしてんの。そうなので、コウさんがブービー賞でございます。おめでとうございます、おめでとうございます、コウさんおめでとう、おめ
さんは、1番はね、1番は今回取れなかったけれど、なんとブーディー賞、ブーブー賞を取ってくださいました。ありがとうございます、ありがとう。そしたら、先にブービー賞を取ろうかな。いや、先に白玉子ちゃん、先に白玉子さ、一応ね、もう書いたんです、一応書いたんです、白玉子さん書いたんです。ちょっとね、白玉子さんはずっとやってくれてるのと、なんだっけ、アイコンという話ではなさそうなのでね、ちょっと待ってね、1分ちょうだい。活発な運動系ギャルって言ってたので、活発な運動系ギャルにしました。活発な運動系ギャル、どうでしょうか、白玉子先生。 B ってどれぐらい、白田真子 B でございます。どうでしょうか。めっちゃ笑ってるのにしました。白田真子、ありがとうございます、白田真子先生。次は A ですね、次は A ですね、白田真子先生。ほいでほいで、こうさんには、じゃあですね、ちょっとやりたいことがあるんです。やりたいことがあるから、ちょっとここで、うまくいくかはわからないけど、やりたいことがあるので、ちょっとここで撮りたい。ここで撮りたいな。ちょっとやりたいことが、うまくいくかな。うまくいくかな？ちょっと不安ですね。うまくいくかな？動かしちゃダメ。うまくいくかな？お絵かきをしたいの。お絵かきをしたい。出てくるまで待とう。その間に、コウさんありがとうございます。その間に私、じいちゃまにいただいたこちらのパンツスカートを履こうと思います。いけたか？ブレてなさそうだな。
てなさそう、ブレてなさそう。こちらでありがとうございます。じゃあこちらにね、コウさんと書いて、おきますので、どうぞよろしくお願いいたします。そしたらこちらね、じいちゃまに、じいちゃまにいただいたこちら、これすごいね。私これもそうなんだけどさ、これもそうなんだけどさ、これすごい、これすごいの。あのスカートに見えるでしょ、スカートに見えるじゃん。なんかパンツ、なんかパンツっていう、とても優れものでございますよ。足長く見えますからね。だからこれでヒール履けば、これでヒール履くとさね、ここが出る分、ここが出る分、足短くじゃない、足長く見えるし、しかもこれだから全然にもう何にも不安感ゼロよ。下からあと駅のね、駅のホームで階段登ってても大丈夫でございます。下から覗かれても何も見えることはございません。一回ね、一回みんなには言ったけどね、こうやって覗かれてたことあったからね。だしこうやって階段、これ階段ね、これ階段、こうやってびっくりしちゃった、びっくりしちゃったんだっけ。そんな時でも大丈夫こちら、こちらも同じなの、こちらも同じでございます。パンツこうなってるけど、こちらね、ちゃんとこれはスカート、これパンツ、パンツね、同じやつ、同じ、あ、形は違う、形はちょいと違うけど、じいちゃんもこれもう一個送ってくださいましたので、なんと洗濯しないで済みます。こちらもできますね。これあれだね、チャックがないからみんなに、あ、履きやすい、みんなにね、チャック閉めたって言われる心配がない。チャック閉めたって聞こえるんだよな。あ、これこれ、あのこれ、え、あ、あ、じいちゃんも、ね、すごい柔らかい、これ、あ、すごい柔らかい、わかる、めちゃめちゃ柔らかいの、すごいよ、ほらほら、伝わらないよねきっと伝わらないけど、すごく柔らかい。ありがとう、ありがとうございます。あっちが硬いわけじゃないんだけど、これはすっごい柔らかい。あ、ナイスナイス、履きやすいし、めっちゃ履きやすいし、ウエストも十分私のウエストにも十分でございます。ありがとうございます、じいちゃま。安心してください、短パンですよ